some of those roots out here.皆さんこんばんは。有田家2周年、みんな集合してないよ。よろしくお願いします。Yeah.
ありがとうございます。始まりました、ありったけボリューム24、ね、Facebook には24周年と書いておりましたが ね、13歳から島田家を捨てたことになりますからね13年前ここにボイスがあったことになりますからね。もうこれね、えらいことなんですけどねそうね、 ね、その頃は夫婦だったか否かみたいなね。全く夫婦じゃないよね。そうだね、うん、ということでよろしくお願いしますじゃあ24ヶ月と2周年となんか頭の中って多分ごちゃごちゃになったんだと思いますそれではちょっと飛ばしていきたいと思います。あ、明日のことはちょっと忘れて、今この瞬間を思い切り楽しもう。君と僕は出会い同じ時間、過ごしてる。それはきっと偶然なんかじゃなく、ずっとずっと前から決まってた。明日は明日の風が吹く。後悔の先に何がある。せっかくここ見えてきたなら、とことん弾けて。
詰めてそして解き放て、みんな一緒に Feels so good Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh ありがとうございます。ジャンプアップという曲でございました。はい、皆さんが乗り切れていない中、島だけは先に乗り切っております。皆さんどうぞお付き合いくださいませ。それでは初めにね、ちょっと新曲をご紹介したいなと思います。そうなんですよ、今日はねハッピーローラの北野にありますユーストリームの皆さん、北野にありますハッピーローラというお店のママさんが今夜は来てくれておりますので、まず新曲を聴かせたいなと思いまして、新曲をいきたいと思います。お父さん死んでからなんかこんな曲ができました。大切なものという曲です。寂しいなって思うときは君のことを考えてて、楽しいなって思うときは君がそばにいる。数えきれない星の中の地球という星に生まれた僕は今息をしている。あったかい布団で眠る。また朝が来たら君に歌を作ろう。どんな時も君を感じられる。君にだって大切だってなれるかな。なものはどこにも行かない。
大切なものという曲でした。こんな感じで今日はね、楽しんでいきたいなと思う所存でございます。ただ島だけはもう元気な歌を使い果たしましたとさ、ね、みんなで元気な歌を歌ってくださいね。その後私たちはまったりいきたいと思います。それでは、今日祝いに来てくれたゲストを呼びたいと思います。一組目は森永まさかずギターのねセッティングは取りに行ってますわ。森永まさかずはねもう私たちが島だけじゃなくて、私が音楽を始めてその時にやってたかっちゃんとのユニット SAY って書いてセイというユニットの頃から森永さんはお付き合いいただいてるんですけども、もう本当お兄ちゃんみたいな感じでね、6月2日の島田勝正バースデーにもここでライブをするんですが、その時に森永まさかず兄貴は来てくれるということで、はいね、デイサービスでね森永まさかず働いているんですが、そこにね私たち歌いに行ったりね、すごい感動的なイベントでございました。おじいちゃんおばあちゃんにね、また来てよ、来月ある聞いてもらってね、うん、呼んでね、はい、セッティングをお願いします。はいね、なんか喋りますか。なんなんその急な振りそう言うと思いましたよ。なんか喋りますか。そう言うと思いましたよ。今日は昨日の夜から丹波に帰っててですね、で、母といろいろなんやかんやお話しして、でまた帰ってきたんですけど、母はすこぶる元気でですね良いことなんですが、もう遊びまくっているという、介護から解放されね、ほんまに、うんうん、この間は神戸に遊びに来て、このワンピース買おうかなとか言って私たちがこう買うようなねお店で買っちゃおうかなって買ってましたけど、ね、今までねなんて言うやろう、おしゃれとかお顔のケアとかも忘れていた母がエステに通い出しましたからねね、なんかそういうのもあって私も元気になりました、本当にね。ほんで森永まさかずの番なんですけど、森永まさかずとは関係ない話を私はずっとしております。はい全然かも。森永まさかずは昔初めの頃はねギブソンでしたっけ、ギブソン一本で弾き語っていたんですか、けどもどんどん進化する男なんです。この男すごいですよね、本当に尊敬するんですけれども、なんか私たちはギブソンからマーチンに変わった頃ね、森永さんギブソンの方が劣るでとか言ってね偉そうに言うとったんですよ。でもどんどんマーチンが似合ってくる男になってくるわけですよ。でまた今度はなんかこんな機械とかも使い出してですね、どこまで行くんだ森永まさかずっていう感じなんですけど、どこまで行くんだよ。あ、なんやシールドはいるな。うん、なんでもいいよ、森永まさかずがやりたいことをしてください。じゃあなんか祝いの言葉を言ってもらっていいですか。しまったっけキコちゃんごめん、妻が分からんで、ね、ちょっとめっちゃ濃かった。ごめん、かっちゃん、ありったけ2周年おめでとう。ありがとう。ねえ、あれか2年も経つんやなと思って、うん、第1回目のとこも俺は見に来てたよ。ねえ、バンボスさんがゲストでね、
今日バンボさん無理なんですか。あ、第2土曜日自分のイベントそうや、バンボスデーナイトがあんねん。これなんでその日にすんねんって言うの。なんでやって言われてもうちのが先やもんな、これな。そうやねん、そうやねん、そうやねん。俺バンボスデーナイト一昨年ぐらいの年末に呼ばれて、うん、で来年からどうやこうやって話をしてはってね、バンボスさんがこのお店の人と いろいろみんなの都合を聞いて、なんかちょっとじゃあもう第2土曜日にしようかっていう話になってた時に横で聞きながら、ああ借りたけどかぶっちゃうなとかで思ってたけどね。そんな俺が残しが言ったところであれかな思って、言うてよ。いやかぶってますって言おうか思ったけどさ、みんなの都合機でいろいろな話だ上でなんかいろいろしてはったからね、そんなごちゃ言うたらあかんかな思って思ってあのおとなしくしとったんですけどね。まあそれがなかったらきっと今日もね、お祝いに来てくれはったと思うんですが、でも2年間これね自主企画やるってすごいなと思います。ほんと僕も何回か3、4回ぐらいは出たと思うんだけどね、本当に毎回いろんな人呼んで、ほんでコンセプトとかもね考えながら、これ毎回考えるの大変やろうなと思いながら、でもねここにはその場には志村けんの大好きな人が集まって楽しんで大人いうことで、これが続いたら素晴らしいです、みんなで応援していきましょう。有田家、ありがとうございますありがとうございます。ただもうみんなはあの茶そばに必死です。茶そば食ってる場合じゃねえんだよ。はい、はい、美味しいね、よかった。ちょっとあれあ気づいた。あそれぐらいやんな。了解です。あのこれじゃないんだよね、歌はね。ストレートだ。せっかくなんでコラボさせてください、島だけど。イエイ。あとでもコラボしたいねんけどな。島田家と出会ってね、その豪華57のところで出会ったんですけども、なんかずっといろんなところでまあこういうと交流を音楽を通じてやってたから、なんかちょっとツーマンしたいよねみたいな話がありましてね、はい、でまあどこでしようかっていうことで、まあ豪華で出会ったからやっぱり豪華でしようか最初はね、はい、いうことで、そんなこんなで5月の29日にね、島だけど森永正和のツーマンライブの、やりますんでね、はい、このタイトルがまた素晴らしくキコちゃんが考えてくれたんですが、はい、明後日の方向っていうね、まあ俺たちどこ行くか分かんないよみたいなでも楽しいことやってるしね、うん、何の不安もなく、ずっと続けてるんですけど、まあ、はい、タイトルを見つけてくれたなと思ってね、はい、そんな感じで、まあ普段の効果毎月やってるステージではお互いのステージがあって、まあ、島中敦政君のソロのステージもあって、もう一組バーヤーさんというね、さだまさしさんのリスペクトする、うん、弾き語りの方が出てはったりとかいうライブなんですけど、うん、でもその時はちょっと特別バージョンでね、あの2人僕たちの2組のツーマンをやろうということで、うん、いろんな絡みがあってね。そうですね。そうそうそう、うん、で普段あんまし僕たちがしないようなカバー曲も、うん、新たに練習して、うん、あここはこうしたしてて一生懸命ね詰めながらやってます。とっても楽しいですよ練習が。そう、そしてそしてですね、なんと新曲もね、うん、あのキリコちゃんが書いてくれた詩に僕がメロディーをつけて、っていう曲もありますんでね、うん、まあ、僕作曲し始めて初めてない共作って、うん、今まで自分でメロディーつけて詞つけてってしかやったことなかったけど、そっかそっか、これがすごい楽しいなと思ってね、うんうんうん、あすごい、それも見ものでしょ。もうそれ 見逃したらな、聞かれんで来てください何杯飲んだビール。何杯飲んだよ。もうめでたい夜はね、何杯飲んだかなんてどうでもいいの24杯ぐらい飲んだらええんちゃう。せや な24ヶ月な。そうそうそう、執念じゃないよということで、はい、まあぶっつけですが、はい、森永正和のオリジナルソングを島田家とコラボしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。イエイ、ありがとう。任した。緊張してるやん兄ちゃん。
練習してないから緊張してるやん。君に伝えるとしたら、回りくどい表現は一切いらない。単刀直入に君のことが好きだと飾らずに言えたならそれでいい。Go!
酒を気に、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます、森永さん。Thank you 森永正和君。そしたらちょっとここでね、はい、森永さんの曲もみんなに聴いてもらいたいので、はい、じゃあちょっと一人で何かよろしく、はい、はい、こちらこそお願いいたします。気持ちがいいね、コロコロボ。またこう自分でずっと一人でこうやってる曲でもこうやってね人とやるといろんな、ね、持ち味が出ていろんな色合いが出てすごいなんか刺激もあるしね、新鮮な気持ちでめっちゃ気持ちいいんですが、ではなんかええ感じでみんな楽しんでますね、この2周年。いい夜ですよ。天気はあいにくでしたけどね、天気はあいにくだったけど、感じで。お、よし、では行ってみたいと思います。じゃあね、まあ、月日は本当にあっという間に流れていきますが、島だけど出会ってなんかもう10年ぐらい一緒にやってる気持ち的にはするんやけどね。でもまあそれに近いんかな、もう僕もう30代多分前半で知り合ったんでそんなとこかなと思いますが、よろしくお願いいたします。時の流れは早いなっていう歌をですが、あ、タイムイズフライング。昔の仲間たちと10年ぶりに会った、一瞬であの頃に戻った気がした。だけどもみんな成功も失敗も重ね、あの頃とは違う今があった。環境の変化に時の流れの速さを感じた。 Time is flying、 あっという間に月日は流れて、できない、できない。 Time is flying。 残り時間はどんどん減って
やれるうちにやろう。そのカポってとこって聞くなよって話だけどね。です。夏希ちゃん、いえいえ、サンキュー。またね、遊びに行きますよ。もうほんまや。いえいえ、サンキューサンキュー、また行くね。サンキュー。楽しいよ、この夜は。お得だよ。ということで、じゃあね、今ね、見送りに行きましたけども、キイコちゃんは、なっちゃんのですね、キイコちゃんがね、最初はんー、この曲なんなんて思った森永ソングを、でも今はすごい気に入ってくれてると思います。行きましょう。いろんな人がおるけど、そんな人に惑わされて一日中嫌な気持ちで過ごすんではなくて、そんなんではなくて、そういう人はそういう人や。俺たちは俺たちさ、楽しく行こうよっていう気持ちを伝えたくて歌った堀永正和のオリジナル曲があるんですが、聴いてください。些細なことでイライラしてしまう人はこの歌を聴いてほしいです。題してイライラしちゃいけないよ。空気の読めない人がいても、自分のことばかりの人がいても、マナーの悪い人がいても、思いやりの足りない人がいても、いろんな人がいて当たり前だ
しちゃいけないよ。イライラするだけいい、そんだよ。イライラしちゃいけないよ。あおあお。イライラしちゃいけないよ。しちゃいけないよ。左右。イライラしたらいかん。左右。という感じでね、穏やかに、イライラすることってあるんやけどね、僕もそうなんだ言いながら、だけど自分にもいい気がしながら、こんな感じでやっておるんですが、さあ何を。よっしゃ。じゃあ、あとちょっと2曲ほどやりたいと思います。ちょっと日本語で、英語の歌をちょっと今日は日本語で歌おうかな。ドンドンドンツッタン、ドンドンドンツッタン、ドンドンドンツッタン、ドンドンツッタン、ドン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 ドンツッタン、ドンドン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 ツッタン、ドンドンドン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 。今日は森永正和バージョンの日本語で歌うよ。
娘だけに感謝の気持ちを込めてあえて日本語で歌うよ。夜が明けずに月の明かりだけで暮らすとしても、何の不安もない、あなたが僕のそばにいる限り、だから Darling, Darling, Stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me.空が落っこちて山が崩れ、世界がぐちゃぐちゃに壊れても、絶対泣かない、わめかない、島だけの音楽がこの世にある限り、だから Darling, Darling, Stand by me, Oh, Stand by me, Oh, Stand by me, Stand by me, Oh, な二人だよ。ではあと一曲歌って森永は終わりにしたいと思いますが、この夜はこの夜じゃこの夜はどんどん続きます。楽しい夜は終わりません、この夜はって。いやー、何歌おうかな。じゃあループばっかり使ったんで、ちょっとシンプルに弾き語りをしたいと思います。久しぶりにもう今日本当感覚でやってますが、久しぶりの歌を歌おうかな。マジっすか、よしやってやろうじゃねえか。こんな夜はリクエストに応えることができる男であることを説明しよう。まどろっこしいな。まどろっこしいやんか。まあまあね、いいよね、節目節目とかね、
いや本当これが今日は24回目ですが、ずっとね36回もあって48回もあって60回もあっ ってボイスもずっと続いて、島崎もずっと音楽が続けられて、私たちもずっと元気で、歌ってたり飲んだりね、ここに来れたら素敵だなと思います。みんなで楽しもうということで、最後はキコ君のリクエストに応えたいと思います。森永雅一のオリジナル曲で油絵って歌です。20代の頃に作った歌です。ちょっとパリ久しぶりやけど、まあ、今日はねめでたい夜なのでやってみよう。いますね。
森永雅一でした。この後もいろんな人が祝うぜ、イエーイ、バーン、ありがとう、ありがとうございました、森永雅一、イエーイ、ありがとうございます。油絵ええ曲でしょ、私大好きなんですよこの曲ね。そしてなんかこんな、なんていうのこれ、ループマシーンを使ってね、最近森永さんやってくれてます。今日も、今日は特に思い切り顔がソウルを物語っておりました。顔芸したありがとうございました。はい、また後でちょっとね、はい、出てきてもらったりしたいなと思うんですが、それでは次ゲスト行きたいと思います。誰だ来てくれちゃったよ、カトメグ、イエイ、カトメグ、私は神戸の姉という自称でもあり他称でもありますが、はい、ということで妹がやってきましたので、イエーイ、ヒヒヒヒヒヒ、ありがとうね。これカポね、多分森永さんのカポだね、これね。はい。よこじ。はい。ありがとうございます。ね、旦那のご飯を作ってやってきてくれました。すごいね。頑張るね、あなた。うん。何回目でしょうね、加藤さん。ありったけ、2回目？ありったけは2回目。2回目か。本当に最初の。そうですね。出てもらったね。私が引っ越したばっかの。そうだね。そうだね。で、なんか妹の標準語が映るお姉さんっていうね。そうそうそう。こっちはこっちで関西弁もらうし、そっちはそっちで関東弁もらうし。そうやんね。そうやね、そうだったの、うんうんうん、そうなの、そうよ、もう2年ですか。2年ですよ。そんな経ちましたっけね、あっという間に。ほんとね、びっくりしますよ。なんか、え、何月からって聞こうと思ったけど、今日が2周年だから5月だよね、すげえ当たり前だよね、うん、ごめん今自分でびっくりしちゃった、ね、さっき森永さんが36 6ヶ月48ヶ月とか言ってたでしょ、うん、わーと思ってね、何歳になっとんねんと思ってせやけどね、いけるよ、きっと歌っとんやろうねと思いますけどね。そうですよ、うん、間違いない、うん、準備できたの？できたんじゃないかな、うん、加藤さんにはね、もういい影響を受けておりますよ、島だけはね。どうもごめんね、褒められると照れるのね、これからもね、ほんまに良き良き姉妹でありたいなと思いますが、そうですね、うん、とりあえず今日は祝ってくれるか。祝うぞ、おっしゃ、頼んだ、わしゃ祝うぞそれではカトメグよろしく、イエーイ。キコさん靴かわいいね。かわいいよ。キコさんかわいいよ。お互い様。雨が降って
地が潤ってそこに花が咲く日常に柔らかな素敵が溢れているそういうもの特別なものではなくそういうものに私はなりたい当たり前の幸せにそういうものに大切なもののそばでそういうものに私はなりたいあなたの隣であなたの隣それは言われ慣れてるありがとう。改めて加藤めぐみです。イエーイ。島田家ありったけ2周年おめでとうございます。イエーイ。その拍手をそのままうんちゃんうんちゃんうんちゃん。そうこれ あんまり早くしたら私歌えなくなるから気をつけて。うんじゃんこんぐらい。そうありがとう。ワンツーサン。はい。私がこの世界に生まれた時はまだ何も見えなくて何も話せなくてそんな小さな私を心からの優しさと愛で包み込んでくれたのが家族でした。はじめまして my baby これからどうぞよろしくね。少しずつでも確実に絆を深めていきましょう。私が知ってる一番強い人はお父さん。私が知ってる一番優しい人はお母さん。私が知ってる一番楽しい人はお姉ちゃんお兄ちゃん。私が知ってる一番大切なもの My family。 Oh, oh, no, no, yeah. 家族だって最初は初めましてからゆっくり時間をかけて家族になっていくのです。だからきっと私とあなたも同じように必ず家族になっていけると思うんです。心から愛し合える人と人の間には目には見えなくても確かな絆が根付いているから。おー、私をいつでも見守ってくれるお父さん私をいつでも抱きしめてくれるお母さんみたいな人。私をいつでも支えてくれる島だけみたいな人。みんなみんな私の大切なもの My family、oh、あなたはいつの日にか強いお父さんになって私もいつの日にか優しいお母さんになって、そして愛する子供たちと素敵な仲間。
当に島田家はさっきも言った通り、もうキイコさんは私のお姉ちゃんだし、かっちゃんは お兄ちゃんだし、それはもうかっちゃんといえばそういうポジションでしょ。そうだよね。一番最初に歌ったのはキイコさんがすごく好きって言ってくれて、カトメグなんだっけ、トリビュート、カトメグトリビュートの、トリビュートって横文字が出てこなかった、カトメグトリビュートの時に、キイコさんが選んで島だけがねやってくれましたけど、一曲かっちゃんがあの曲かっこよかったわって言ってくれた曲があるので、それもやりたいと思います。明日はどっちだいという曲です。ベッドの上に横たわってカーテンを開けてみた。お月さんが綺麗だな、僕が見えるかい。お兄さんこっちが手のなる方へ、こっちの水は甘いぞなんて言葉にまんまと乗せられちゃいそうさ。
しょ。しま、今年で25になります。そうです、四捨五入したら二十歳と味噌汁の瀬戸際です。誕生日が来たら四捨五入、うっす、ういっす、もうすぐ四半世紀です。まだまだやん、人生これからや。私は島だけが本当に本当に大好きです。みんなもきっと島だけのこと大好きだと思うけど、私も大好きです。だからでしょでしょ、だからこのあふれんばかりの愛を歌にして島だけに届けたいと思います。いつでもという曲です。君はどんなところで今どんな心でどんな景色の中でどんな顔してるかな、君がどんな時でも笑っていてくれたならいいけど、僕の知らないところで泣いたりしてないかな。悲しい時はいつでも呼んで君の涙を今僕の心をどんな風に歌えば笑ってくれるかな。寂しい
げるよ。あるか？どれだ？フライ？フライ？フライしちゃうかい？みんなでフライしちゃうかい？じゃあみんなでフライしよう。ん？ふわふわしよう。ふわふわしよう。どこへ行こうか、何をしようか、誰にもわからない。それなら行こう、あてはなくともここに答えはない。どこへ行っても何をしてても正解なんてない。ならばなおさら立ち止まってる暇などないのでしょう。
の道は私が歩いた後付けにできる。枯れているのにアンコールをする姉ってどうなんでしょう。楽しかった。 Thank you カトミ君、ね、また後で出てきていただきたいなと思いますが、よろしくお願いします。声をちょっと調整していただいて、でもね、ほんまにね、憎たらしいほどね、なんか今日は本当いつもよりもなおさらなんか心に届いてきたなって思います。すごいね、ちょっとね、私泣かへんで。でも泣かへんで私。なんかちょっとみんな休憩しとるな、ちょっと休憩しましょうか。なんかね、今日はほんと豪華ですよ。森永正和が歌って、加藤恵が歌って、ほんでまたさて誰が来るでしょうか。さて誰でしょう皆さん。でもね、ちょっとみんなね休憩しとるからね、もうちょっと落ち着いてからしようかなとか思ったりしてるんですけれどもね。ユーストリームの皆さんもお元気でしょうかね。まさか森永正和と加藤恵が出ることはないと思っていた皆さん、ありがとうございます。ご期待に応えられたでしょうか。ね。今日は本当に私も嬉しいなと思うんですけど、なんかなんやろ、こうほんまに2周年って感じが全然しなくて、あっという間に24ヶ月が過ぎていたんですけど、ほんまに感謝するのは秀樹さんとめぐさんなんです。ほんまにほんまにね、文句も言わず私のこのなんて言うんですか、マイペースさに付き合っていただき、ほんまにありがとうございますと本当に言いたい。なんかこうすごく淡々と言ってるような感じに聞こえるかもしれませんけれども、なんかもうどう言うて言うていいかわからへんぐらい感謝しております。ありがとうございます。泣いてないよ。全然泣いてない、全然泣いてないよ。まだまだね、ありったけは続くのでね、泣いてられないのでね。ね、今日はね、みんな仕事をやったけど来てくれた人とかもいるんですよ。で今トイレから出てきたボーイが私の大好きなミュージシャンの10本の指に入るこの男がやってきてくれました。辻翔平、辻翔平でいいの、はいね。さっきまで仕事してで来てくれたんですけど、業務連絡、島田勝間さんのギターを翔平に渡していただけますでしょうか。
俺のギター出番やで。3万。3万で買う？買われへんよそのギターは。3万でレンタルで。3万で買えるの？と勝間さんが言っておりますが。売らへんよ。レンタルで3万。結構困りますか？あ、そうですか。ねえ、翔平くんとはなんかこう会話というよりも歌でこう一つになれるなという気分がとてもする人です。また後でもコラボしたいと思いますけれども、いつもね、翔平歌いに来てくれるってメールをしたらね、いや僕ちょっとあれでも歌いたいんで、でもみたいな感じでね、メールを送ってきてくれるんですけど、でも結局必ず歌ってくれるんですね。でもなんかそのそんだけこうなんか悩んだり迷った分、こう歌うときはなんかポンってなんか言葉が届いてくるなっていう風に思っちゃったりしちゃった。ありがとう。うん、大丈夫？大丈夫かな。はい、それでは辻翔平よろしくお願いします。どうも。ね、最初に、キコさん、かっちゃん、2周年おめでとうございます。2年間続ける、何かを続けるっていうことはやっぱり何でも、すごい力がいるし、楽しい中でも、しんどいことも、辛いことも、僕には分かりませんけどあったんだと、思います。まあそんな中でも、今日迎えたことを、大事になんか、しまっていてほしいなと思います。でこんな大事な日に、こんなどうしようもないわがままなアホタレを、呼んでくれてありがとうございます。歌えるのかな。頑張ります。不思議なものさ、いつでも誰かが連れ
てってくれる。不思議なもんだ、切りたくはないけど、切りたくなる瞬間、その思いがよくわかるもんだ。下ばかり見て あなたの瞳、ちゃんと見れてなかったね。何も気づかずに、良くなった気を大事にしてた。本当の意味で出会うことをしてこなかった。ここから始めるよ。あなたと出会ったこと、もうどうしようかな。カポないね。すいません。なんでこんな汗かくんやろね。大丈夫。なんかね、歌うと汗かくん。あ、まあまあ。あ、かちゃん大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫です。それはええわ。
初めて歌ったあの日のあの店の空気と忘れられない、始まりを くれた場所に今でも感謝してる。思い返せば今とあの時じゃ大きく変わっただろう、自分でもそう思ってる。うまく付き合えない、うまく出せない自分、変えてくれた始まりの場所。お気に、すみません。キコさんありがとう。ガチャンマギターごめんなさい。ありがとう。大事なもん。辻翔平でした。Thank you。ね、無茶ぶりにも答えてくれてありがとう。もうちょっとだけで申し訳ない。いえ、とんでもない。ありがとう。拍手を。ありがとうございますね。よ、なんか結構私は人を信用しているようで信用してないとこもあったりするんですが、今日来てくれてる皆さんのことは絶大な信頼を持っておりまして、うん、なんかいろんなミュージシャンとね出会うんですけど、やっぱりなんかこうグッとグッとなんかこうほんまに心底をこうグッとならんと、ありったけにこう来てくださいって言えなくて、だからなんかこうゲストなしでやったりすることも多かったりなんかするんですけど、そこでなんかこうあかんな、もっとなんかみんなとこう深く仲良くならなあかんなって思うんですけど、それはそれでキーコのパーソナリティであってなかなか、でもちょっとずつそうやって進んでいけたらなって思ったりしています。なんかその辺が翔平君ともこうちょっとこうダブって、あ、うん、なんとなくわかるって思えたりするところなんかなとか思っちゃったりしちゃった。
でもね、結構みんな、みんなね、あ、そうか、私は結構怖いって言われるんですよね、人にでも彼はもうみんなにこう、ショヘイってこうね、されるから、いろんな出会いがあって、ね、いろんなとこ行ってますもんね、ショヘイ君ね。猫かぶってましたか。そうですか。そうですか。そうですか。そんなことないと思いますけどね。まあでもなんかこういろんな人と仲良くなって、私は結構だからあの信じにくいとかいうのもあって、こう心配しすぎたりね、人のことを、あの子大丈夫かなとか思っちゃったりするんですけど、なんか翔平くんは飲んだくれてても家に帰れなくても、道路で寝てても、こうなんか草むらに頭突っ込んで寝てても、なんだか心配じゃないんですよね。なんかそんなに人って私の中にはあまりいなくて、うん、なんか不思議な関係だなと思います。うん、ね、来たね。そうだね、なんか喋れってことやで。まだ入ってないです。秀樹さんを走らせてしまって本当に申し訳なく思います。棒読み、森永さんが拍手してくれたよ。もう森永さんが客席におるとなぜか心強いよ ね時々壁叩き出すからね。こう覚えてるよ、そこの壁をバンバン叩いてて、バンバン叩き出すから、ちょっと壁を心配したっていう。そうね。ね、下村宗氏は来ないね。ね、どうなったのかな。いや、それが面白いよね。それがまたね、うん、なんかそれであの人の箔がつくっていう。下村宗氏はそうでなきゃみたいな。下村クオリティやね。うん。あの人、あのこうか、うん、あのあれじゃないの？もう1時間半前からあの入るかみたいな人じゃないの？そんな感じですよね。ほんまにね、下村宗氏もね。はい。ね、なんかいろいろね。やっぱり24回すると、そのさっき翔平くんが言ってたように、こう悩んで迷ったままステージに立ってっていうことはもうたくさんたくさんあったんですよ。で、今井のおっちゃんなんかもそれ見抜きますから。今日はもう何点やなとか言われて、でもなんかそうやって言ってくれる、毎回来てね言ってくれるお客さんってすごく嬉しいな、ありがとうと思います。これからも島だけをよろしくお願いします。それでは何曲か島だけも歌いたいと思います。
こと悲しいことも心をなぞり温め直す。この夜は僕だけのものじゃないから、次の朝にはたくさんの祈りが空に浮かんでる。君が君でありますように。君が君
という曲でした。ね、何にも決めずに来たんですよ今日、ほんまに。そうやな、何にも決めずに来て、俺すら段取り知らんもんな。そうで、で、秀樹さんに今日の流れはって言った瞬間に、あのねって口にこう流れをこうちょっと言い出したんですけど、でそのままずっとこういう感じでやってきました。今にね、みんなドキドキやと思いますけどね、かっちゃん。俺が一番ドキドキや。せやな。そんな感じでいつもお世話になっておりますが、よろしくお願いします。こちらこそ、はい、まあ、そこそこ仲良くやっていきましょう。はい、そこそこ、そこ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 あえてそう言いました。それではあの曲いきたいと思います。あの曲な、あの曲やろ。やっぱりこの曲には感謝しているので、この曲を。なんか新しいな、そのお礼のアプローチ行きたいなと。この曲には感謝をしている。そう、この流れは初めてだよ。だいたいね、その振りで分かるんやけど、うん、今日初めての振りですから、ね、そうですね。この曲にはかん、ね、この曲に感謝してるんですよ。このそう、え、僕のね、そうですよね。旦那としてね。ね、お前どこまで分かんねやみたいな、ね、このカバー曲には島田家救われたと言っても過言ではないと思うんです。あ、どっちだ。あっち、あっち、あっち、勝政とキーコの音をつないでくれたあの曲でございます。ちょっとも今ので全然分からなくなったよ今。まあ、ちょっと行こうかなって思ったんやけど。面白いな。え、行ってみて。よ、分かっとるな。めっちゃ嬉しいな、なんかなつながった感じがしてよかったわ。俺はいやいややわ。あなた答え知ってるからね。別に二人でせーのでやったわけじゃないからね。俺だけやからね、知らんの。楽しいな。もう俺をいびんの楽しんでるやろ。それでは行ってみましょう。トラベリングマン。Troublemaker, ay, ay, ay. Don't make
顔道憧れのあの場所まで見渡す限りそこは揺らめいてる青道この先もあるから向かい風の中呼んでる声は Hey Mr. to the women、月が止まるまで歩いてゆくの Mr. to the men、なんかこれやり返されてる気分です。みんなありがとう。Mr. Traveling Moon。やり返されましたね、かっちゃんに。ね、この後はちょっとみんなとコラボとかもしたいなと思っています。最後に、島だけこの曲を歌いたいなと思っております。なんかいろんな曲をね、なんか歌ってきて、なんかまだまだこう新曲とか書いても納得いかなかったり先に進めなかったりしてるのは、今の曲にまだ納得がいってないのかなとかいろいろ考えたりするわけ、納得するわけですけど、でもなんかちょっとずつ今の曲を見つめ直してと思ってこの曲をまた歌っております。それでは聴いてください。ナチュラル、澄んだ心
戸惑いのないその声には他の誰にも届けられない、何かを伝えられるあなたの中にはきっと素敵な鳥がいるのでしょう。あなたは思うほど弱くはなくて、弱さも知ってるから静かに思い助け合うことできるのね。いつかその鳥は大きな羽広げ傷ついた心を解き放つ、そしてその力で大きな愛に包まれ自由に空も飛べるでしょう。どんな時も疑いのないその瞳はとても綺麗で深く悲しい、涙も流すでしょう。あなたの中にはきっと素敵な海があるのでしょう。あなたは生きるほど輝いて心から笑うことできるから、素直に求め与えることができるのね。優しい心を生み出すの、そしてこの場所でかけがえのないあなたがこの闇を照らしてくれる。Thank you.
ありがとうございます。ナチュラルでした。そんな感じで下田家はちょっとずつ頑張っていきますはい、ちょっと休憩します。5分あ、忘れとった。夏政コーナー、俺のコーナーで休憩してそれでは勝間さんの BGM のコーナー行ってやってまいりたいと思う。え、行きたいと思います。行ってまいりたい、行ってまいりたい、やってまいりたい、あれなあ、ナットキューとか言うたりするしな。え、あなたに渡したのよ。あなたここに入れてるんじゃないの。あら、まあ、それでは、はい、島田和真さんの BGM のコーナーへ。もうちょっと、もっとガンガンかけてもらっていいですよ。もう大好きな曲なんで。皆さん知ってますか、これね、2周年ということで、特別な思いのある曲を持ってまいりました。これクリームの、ね、この素晴らしき世界って放題がついてるんですけども、2枚組のアルバムでね、もう名盤なんですけども、これが、若かりしエリック・クラプトンの声でございます。20代前半くらいやったと思う。でこのクリームっていう時はクラプトンはもう完全にギタリストなわけですよ。歌わないですよ。もう珍しくこれはクロスロードは歌ってるんですけど、コーラスばっかりでね、主旋律を取ることはないんですけども、こうね、もう3ピースといえばこのバンドなわけですよ。これ3人でやってるように聞こえますか。最初聞いた時衝撃的でしたよ。でかの、チャーさんも言ったようにね、もうこの曲にはこのギターのアドリブの全てが詰まってるわけですよ。ここからもうかのというか僕もそうですけど、そのギター少年たちはね、もういかにこれを完コピするかっていうことをね、もうそれだけを考えて毎日を過ごすとね、女にモテたいがためにねこのねソロはね、ほんまにね、ギターでソロ弾きたいなって思う人はね、ぜひコピーしてほしい。譜面を買ってまでコピーしてほしいっていうぐらい、メジャーペンタトニックとマイナーペンタトニックがうまいこと混じってるんだよ。しかも分かりやすいんだよ。それがこれ言ってなかなか伝わらないと思いますけどもね、なかなか、まあ島田勝間さんのコーナーはそんなコーナーですからね、分かる人にだけ分かればいいというね、こう勝手なコーナーですけども、ほんまにね、これを聞いて俺もギターをソロを取りたいと思ったわけですよ。それまではなんかこうジャーンチャラーンみたいな弾いてたんですけど、コードとかね。だからこれをコピーしてるときは僕は Cm7 なんかいうコードは知らないですからね。 Cm7 知らんけどこれ弾けるみたいな俺 D って形知らんけどこれ弾けるみたいな。でこれバンバン弾くくせに、そこ D ちゃんとか言われたら D って何っていうっていうね、っていうぐらいもこれに明け暮れた日々もございます。これねギターもすごいんですけど、後ろで弾いてるこのジャック・ブルースのベースにも注目してほしいんですよ。リードベースぐらいかっていうぐらい弾いてるんですけど、まあぜひね、これほんまに聴いてほしい名盤なんですよ。これなんて読むんですかね、読めないんですよ僕。調べてこいよってね、奥さんそこで加藤と喋ってる奥さん、ちょっと CD のジャケットを持ってきてください。これ見たら分かるんちゃうかな。もう見ても分からんな、ここにおるメンバーはこれね、もう こういうジャケットなんですけど、サイケデリックでしょ、かなりね。はい、まあ、元の曲はね、クロスロードなんでロバート・ジョンソンなんですけども、まあ、全然違う形になってますよね。これは名曲やな。え、これですよ皆さん、これね、しかもこれディスク1はスタジオなんですよ。でディスク2がライブバージョンになっております。ライブバージョンというかライブの音源になってて、すごいですよね。1曲16分とかおかしいですよね
ね、この曲1曲16分です。あの昔のセッションバンドそんな多いんですよね。あの僕が知ってる最長では、まあ、クラシックとか抜いてですよ、あのこういうバンドで、あのオールマンブラザーズバンドっていう有名なバンドがいるんですけども、33分、1曲33分、その間ほとんどソロみたいなね、1人ずつソロ回してったらそうなっちゃいましたみたいな。メンバーが、ね、10人ぐらいおるんで、はい、まあ、話がそれてるんでちょっとやめますけども、まあ、またオールマンもね、一回ブラザー&シスターを紹介したんですけど、またその名盤と言われるオールマンのアルバムもまたここの何かの機会で、フィルモアイーストっていうやつがあって、夜の9時から朝の6時まで行われたライブの音源があって、なんと1枚に収まらんかったから次の CD の、昔はレコードなんで A 面にまで入ってたと、次のアルバムは B 面だけみたいなっていうね、そういう名盤もございますけども、まあぜひこれ聴いてください。この素晴らしき世界って放題で、クリームのなんて読むんですかこれ、 WHEELS、 これが読めないんですよ。ワレス、ホワイレス、ホワイレスオブフィア。まあこんなジャケットなんで、パパッとインターネット検索したら出てくるかと思われますんで、ぜひ聴いてください。一人でなんか酒飲んでこううわーってこうトリップしたい人には持ってこいやと思いますんで、はい、ということで、2周年の紹介する曲は僕の永遠のアイドルエリック・クラプトンが昔いたクリームの、クロスロードでした。ありがとうございました。バイ。まだ終わらないけどねだからといってそう簡単に俺がマイクを渡すと思うなよ。簡単やったな。それでは皆さん、ありったけですから、まだまだ続きます。さっきね、メグさんにね、聞こ、今何時か知っとるって言われてね、え、知らんって言ってたんですけどね10時半らしいですそれでは行ってみたいと思います。コラボのコーナーというわけで、皆さん来てくださったゲストとコラボしていきたいと思います。終電の関係で順番を変えてみました一番手は加藤めぐみ。かっちゃんのつながってるよ。絡もか、絡ませろよ言ってますけど。もうめんどくさいなっていう和やかに時間は過ぎておりますが、はいみたいなね。あのね、まあ、別に2人でやってもらっても構わなかったんですけども、今日ねリハーサルの時に秀樹さんがぜひかっちゃんが絡んだのを見てみたいと、うん、うんだけそうなのとかないの、それで続けて。ひどいわこれ準備してるから、これもう嫌になってきた今。やっぱやめようかなくじけるな、え、くじけるんじゃないよ、めんどくさくなるんだよ、この末っ子二人組が。ほんまに次男をいじめるな、ほんとに、ほんまに甘えん坊二人が、ほんまにいくつになっても甘えん坊。乗ってきたよ、乗ってきたよ君が無視したけど乗ってきたよ彼女は。それは嫁と友達のさあやな、かっちゃんカポタス、あ、かっちゃんに撮らせるからいいです、ありがとうだからな、さっきもカウンターで言っとってんけどな、俺おじいさんとか言ってたやろな、いや、だってかっちゃんのポジションってそうでしょみたいなこと言ってたやんか、うん、な、うん、だからそんな扱いになれるなな、な、もっと敬え一応先輩や、かっちゃんもあんまり他の人敬ってないから、あー、そっかさあ、曲をやりましょうか
図星だな、さては、うん、ちょっとね、あの耳が痛くなってきたんで。さてはドキがムネムネしたな。それ言いたいだけや。ないの？最近加藤のことでちょっぴり心配なのは、私のお家に遊びに来てくれなくなったことです。この間メールでネギを持って行きたいからいつがいいって言われて、今日でもいいよって言ったら来なかったです。そうごめんっつって ね、 ね、 ね、ちょっと寂しいっていうね。うん、めんどくせえ。あ、大丈夫、カポつけてあげるよ。ちょ、つけてあげるよっておかしい。分かってる、つけたるわ、つけたったったったるわ。これをレギュラーチューニング、ね、ギタリストでしょ、これをレギュラーチューニング、ギタリストでしょ、レギュラーチューニングと言って、レギュラー、ハーフステップダウンチューニングって言うんだよ。ギタリストならそれぐらいやってよ。やおうか。あ、よし、E フラットだろ。1個でも音外したらどうなるか分かってんだろうな。ちょっと待って、ちょっと待って、それってチャレンジするとこ大きい今。そう、え、どっちからやるの、ちなみに。どっちでもいいよ、私はもうハモリに徹するよ。マジでか、うん、こっちにしましょう。はい、そうね、thank you.
spring become the rose. ありがとうございます。気持ちいいね。いい。The Rose。はい。そして例のあれですか。そうですね。そうか。みんな知っとるんか。そう。それを行こうかな。リストのプライドが火つけちゃった感じだね。出ております。イエス。じゃないか。君は僕を偉そうだと言うけど、僕はただ対等でいたいだけ。君にいつか分かってもらえる日が来るかもな。 Thank you。 そばにいてくれて。中途半端だと言うけど、今はまだ道のりの途中だから。君は力を抜けと言うけど、ありったけでなくちゃ進めない。君にいつか分かってもらえる日が来るかもな。長い目でこれからよろしくね。どうでもいいことなんてない。失敗なんてどこにもない。悲しみに暮れる涙はいらない。笑うために生きてたい。笑いたい、笑わせたい。そばにいたい、そばにいて。感じたい、感じさせて。もうちょっと、もっと、もっと。僕は君が好きだから、君は僕が好きだから、ややこしくなるに違いない。どうでもいいことなんてない。失敗なんてどこにもない。悲しみに暮れる涙はいらない。笑うために生きてたい。 One more time。 どうでもいいことなんてない。失敗なんてどこにもない。ないないない。悲しみに暮れる涙はいらない。笑うために生きてたい。
僕が好きだからややこしくなるに違いない。僕は君が好きだから、君は僕が好きだからややこしくなるに違いない。僕は君が好きだから、好きだからややこしくなるに違いない、違いない、違いない。僕は君が好きだから、君は僕が好きだから。ありがとうございます。ありがとうございます。ノンブレイキでございました。ありがとうございます。加藤おめぐみでございます。ありがとう、ありがとう、ほんまにほんまにありがとう。今日は眉毛が黒いよ。めぐさんに小学生のバレリーナ、うん、ほんまにありがとう。加藤めぐみでした。 Thank you。 はい、それでは下村総司は来ないということで結局ねここでじゃあ翔平くんを呼びたいと思います。ありがとう。はい、俺が一人で後ろに立ってんのおかしいやん。そう、普通二人が立って俺が座るんじゃん、ちゃうの。なんかこう、こういうのもいいかな。俺こうしようか。おかしくないそれ。あ、そうかそうや、椅子があったね。さ、終盤に差し掛かってきましてるので、きましてるので人生ずっとふわふわしてますから、私はね、あのこんな感じでございますよ毎日ね、うん、はい、大丈夫、大丈夫よそれでは行きたいと思います。あ、ちょっと待って、かちゃん、末っ子コンビ2組目です。わーおー、長男来て、長男平和で豊かな国、信じ合える人ばかりだけど、明日はどうなることやら誰も分かりはしないさ。ケスラケスラケスラ、隠してた本当の夢は階段を手探りで歩くことさ。えさらさらけるケスラ、固く心結ばれて
誓い交わした友達だけど混じり合う時が来るかも誰も分かりはしないさ Que será, que será, que será 隠してた本当の涙と歌道連れにしてレールを外れることさ口づけして朝まで激しく燃えただけどいつかは冷める時が来るかも今夜すべてを奪う
ありがとう。辻翔平くんでした。ありがとうございました。おぉ、カズンさんが来たよ。そう、ありがとうございました。ケサラが歌えてよかったよ。さあ、やっと最後の順番がやってまいりました。皆さん、ありったけですからね、ありったけいきますよ。それでは森永雅一お願いします。あ、ちょっと待って、私歌詞取ってきていいかな。いろいろ準備あります。森永さんがまずギターを指す、キークが歌詞を取ってくる、そして俺は何をするか知らない。何をするの？何をするんですか今から？二人だけ分かってる感じ？もしかしてね、森永さんは秀樹さんに渡す方を今引っ張りましたけども。よくわかんないだ。これね、あの長男、次男で末っ子ですから、これやっとなんかピッタしきましたね。お前やな、いや、おこれもはや俺が真ん中に座らなあかん感じちゃうの、順番で言ったら。まあどこでもね。そしてマイクをやってまいりました、キーコです。ダダダダパパパ。もうね、ほんまにね、あのこんなダラ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 ねやっている島だけですが、どうか最後までお願いします。イエーイ。ちょっと疲れてきとるやろ、分かっとんねん。でも最後までやるからお願いいたします。そんな長いねん、分かっとんねん。そんなそんな時間な、うん、そんなそれを感じさせないイベントがすごい。はっきり言って感じられない人な、俺。ただ単にそうなんだ、感じることができない人、できない人。いやー、残念。いや、いいよ、いいよ、いいよ。ほんまに、ほんまに、あ、ほんまよかった、ちょっとありがとうな。ほんまに、どうしたらいいかな、ほんま。全責任は島だけにあります。はい、それではコラボ、最後のコラボ行ってみたいと思います。はい、打ち合わせのもなんもないけど、どう流れでいきましょう。キーは C でね。加藤ありがとう。加藤ちゃん、終電だから帰るよね。加藤ちゃん、頑張ってよ。頑張るよ。またね。また一緒にやろう。頑張ってるよ。加藤は頑張ってるよ。加藤頑張ってしてるよ。はい。なんか森永さんが加藤ちゃんと違う人に。加藤ちゃん。旦那にもよろしくね。私はもうハモリに徹しますから。前ですか。はい。わかりました。はい、When I find myself in times of trouble, another man he comes to meよっちゃん、いや、ありがとう。And in my love and darkness, she's standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Oh, Kato boWhen the block is harder, people living in the world of me, they will be an answer, let it be. But though they may be fighting, there is still a chance that they will see. They will be an answerLet it be, let it be, let it be.
said to me, whisper for the wisdom, let it be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 .私はあるがまま行きたい。そんな感じで。ありったけもやっておりますよ。いや。皆さん、こんなふつつかな島だけをどんどんよろしくお願いいたします。盛り上げるぜ。ほんま、ほんまやな、なんか。もっと見てください。カズンさん久しぶりに見た。ほんまに。カズンさんもお元気そうで。それは後にしときます。後で聞いていいかな、和さん。それはちょっとほなね、最後にちょっとこう森永さんのオリジナルで思い出の私たちがもうすごいテンション上がる曲をしたいと思います。ありがとう。これ C7。 あーそうだよ、聞いておくんなれ。タイトルは She is a heavy smoker、yeah. いい。彼女は二十歳を過ぎても見た目はまだ16、17で、キュートな顔にも邪気な性格、誰からも愛されるナイスキャラクター、ナイスキャラクター。
女の欠点それは数時間のインリーのヘミスモッカーイエイ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 乗り継ぐ電車の駅の方もわずか4、5分でさえ左手が自然とポッケから口元に動いてる無意識さ無意識さそれひどいな高価なコースいいそれもやりのりおいで台無しさキュートな顔に無邪気な性格誰からも愛される大好きラクター Am I 好きラクター人気者さ だけど男たちはみんな決してキスは求めないHe's a heavy smoker Heavy smoker I can't believe you Delicate He's a heavy smoker Heavy smoker I can't believe you Delicate祈ってます最後にあれやってくれやスイートホームしてやろやってくれややってくれやみんなでみんなで奏でようぜカズさんもやっちゃおうぜやっちゃおうかみんなで